はい、104日目のドラム練習です。おはようございます。今日は昨日と同じ練習メニューで引き続きイージーラバーを詰めていってるんですけども、ちょっと普段やってる練習の一部を撮影しておこうかなと思います。もう1ヶ月ぐらい経つかなと思うんですけど、一応僕このマッチドグリップっていう普通の持ち方じゃなくて、レギュラーグリップっていうちょっとあまり見かけない持ち方を練習してるんですね。なんか1年後にドラマーになるってことで、ドラマーってことは一応レギュラーグリップもできた方がいいでしょうって原翔さんから言われて、まあそうっすねみたいな感じでやり始めたんですけども、これが想像以上に難しくてですね、今どうなってるかっていうと、人差し指でマッチドの時にこうポン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 ってドリブルすることをレギュラーグリップでもできるようにしようとしてるんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。一番初めにやったのがここに挟むだけ、挟んでドリブルで、次にこういう角度でやってたのをできるだけ斜めの角度でドリブルするように練習で、次にここに指を置いてドリブルの練習、こういう状態ですね。で、最後にここを巻きつけて、まあ、レギュラーグリップの状態が、まあ、完成した状態なんですけども、ここで練習して、で次人差し指でドリブルっていうのが今の段階です。で、まあ、正直言って全然できないんですよねこの跳ねる感覚がまだちょっとつかめないんですよ。ここでこうクイックイってやってドリブルさせるんですけど、ここにまあパーンってやって返ってくるのを、まあ、人差し指でピッてもう一回やってドリブルさせていくということなのですが、なんかマッチドでやってる時ってなんかこうしっくりくる感覚があるんですよね、人差し指に。なんですけどレギュラーグリップ全然なくてなんかタン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 みたいな高速でドリブルもなんかできるような感じもしないですし、めちゃくちゃ難しいんですよね。で、今この状態下手くそじゃないですか。この下手くそな状態に来るまでに1ヶ月ぐらいかかってるかなまあ最近はこのレギュラーグリップの練習時間は1日2分程度なんですけども、なんでまあ総練習時間としては長くないんですが、まあ、それでもね結構日数かけてるんで本当に難しいなこれって思ってます。はい。で、一応今の感覚としては、まあここが支点っていうのかな、ここでこういう風にこうぐにゃぐにゃして、で、それをこう叩き落とす感じでやってるんですよね。最初に打った時に跳ね返ってもらわなきゃいけないんで、この状態は作らなきゃいけないですよね、親指ちゃんで。で、それを人差し指で打っていく。難しいなぁでもレギュラーグリップができるようになるとなんかすごいおしゃれなドラマっぽいですよね。うん、原翔さんも言ってたんですけど、レギュラーグリップができるとライブ終わった後にバンドマンから声かけられると、あれどうやってやってるんですかって言われるらしいんで、僕ライブする予定ないんですけど、できたらいいですよね。わあ。はい、というわけで104日目のドラム練習でした。まあ練習風景っていうよりちょっと現状報告みたいな感じだったんですけど、前からレギュラーグリップ練習してて、まあ今こうなりましたよっていう感じです。で、まあなんとなくなんですけど、僕の動画を見てくれてる方々で、コメントいただく方々、レギュラーグリップする人あんま多くなさそうっていう感じで、あんまり参考にならない話かもしれないんですよね。いやでもレギュラーグリップ本当はやってみたいんだよなーっていう方もいるかもしれないんで、このちょっと成長していく過程を見ていただければと思います。とりあえず現状は下手くそです。頑張って練習していきます。また何かコツ掴んだら共有したいと思います。では今日もありがとうございました。明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。